6時になりました。お元気ですか？そして今日も葛飾 FM を聞いてくれると言ってくれますか？おさむとしょうごとレイヤーがお送りする火曜日の午後6時は火曜大更新。6月28日火曜日、時計の針は午後6時を回りました。葛飾 FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか？こんばんは、松田修です。本当にもう暑いですねが、もうご挨拶になったような感じで、本当に暑い日が続いておりますが、熱中症とか大丈夫でしょうか？今日の最高気温が34度、最低気温は26度でした。明日の最高気温ですが34度、最低気温が26度の予報が出ています。そして天気予報は晴れの予報が出ています。それでは今日はこの方をご紹介いたします。高山レイヤーさんです。こんばんは。こんばんは、高山レイヤーです。よろしくお願いします。しかし暑いですね。いや、もうすごいですね。もうすごい熱中症になりそうなぐらい熱中症な。でも、はい、若い方でもね、年齢関係ないですからね、これは。いや、もうそうですね、はい、やっぱり暑いの苦手ですか？まあ、僕はでも結構サウナとか行くんで。あ、サウナ行きます。あの、全然暑いのには慣れてますね。慣れてます。あの、はい、例えば暑いサウナに入ってから水風呂とかも平気ですか？あ、そうですね、全然平気です。あ、そうです、はい、自分もね、風呂とかサウナ好きなんです。水風呂だけはちょっとやっぱあれですか、相当体を熱くして、それでこう入ると気持ちいいもんなんですか？なんか胸のあたりがスーッとしますよね。なんかで、それで汗が出てくるんでしょ、水の中で。水の中で、まあ、僕はすぐ出て外でこう椅子座って、はい、あ、それで繰り返してそれを何回か。そうですね。ああ、そうですか。まあ、機会があったらぜひね、行きましょうね。はい、はい、それではですね、今日素敵なお客様ご紹介させていただきたいと思います。はい、もう火曜大更新は初めて来ていただきました。もう前から知ってるんですけどね、今日楽しみにしてまいりました。本間翔吾さんです。こんばんは。こんばんは、本間翔吾です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんかレイヤー君もね、もちろん面識がある方なので、はい、なんかあの、初めてお会いする人がゲストの時よりもやっぱり知ってる方の方がなんとなくこう安心できません？そうですね、なんかすごいもう友達と喋る感覚でそうです、まあ、それはでもちょっと緊張感も入れていただいてなんかもう、あの、知ってる同士だと意外とね、なんとなくこう、あの、なんて言うんでしょう、もう本当に友達感覚で、でもたまにはそういうね、フレンドリーな会話もいいかもしれませんけど。そうですね、はい、でも、あの、翔吾君の方がお兄さんなんですね。少し。そうですね、5つぐらい上でしたかね。そうですね、5つ上ですね。でもですね、はい、やっぱりこうやってあの見ていると、うん、あの、見た感じはそんなに年齢差は感じないんですけど、やっぱり喋り方というか、うん、その言葉遣いというか、うん、ちょっとお兄ちゃんのような気がしますね。あらー、ちょっとお兄ちゃんですお兄ちゃんです。お兄ちゃんお兄ちゃん、レイヤー君一人っ子でしたよね、確か。そうなんですよ。やっぱお兄ちゃん欲しいでしょ。欲しいです ね。一人っ子なんですね。そうなんです。同じです。本当ですか？え、そうなんです。自分も一人っ子ですよ。あらー、3人とも一人っ子ですか？共通点がありましたね。ありましたね。早速すごい。やっぱりですか、自分なんかあの、子供の時に、うん、あの、両親に兄弟が欲しいってね、誕生日の方、あの、とかクリスマスにね、ねだったことがあるんですけど、そういうのってなかったですか？兄弟欲しいとか思ったこと。いやー、どうですかね。まあ、うち犬がずっと飼ってたんで。なるほど。まあ、犬が兄弟兄弟、あ、そうですか犬が兄弟、はい、なんですかね、一人っ子な、まあ、ちっちゃい時から、はい、そういうのは、まあ、友達とかね、はい、そういうのあったらいいなとかいう話はしてたんですけど、僕はね、はいはい、意外と一人っ子がね、はい、満喫しておりましたね。なるほど。なんかご飯がもういっぱい食べられるし、確かに、あの、兄弟争いのね、好きなものを好きな時に食べれるしね。あ、そういう、あの、そういうテレビ争い、テレビチャンネル争うとか、あ、チャンネルって今言いませんね、うん、テレビのあのテレビのね、ダイヤルって、ダイヤルじゃないし、そんな争いもないですし、はい、すいません、もうなんかお兄ちゃんじゃなくて、自分なんかちょっとお父さんみたいな、なんか家族みたいですね。そうですね、はい、今日も1時間生放送、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこそ、よろしくお願いいたします。それでは火曜大更新、最後まで1時間、ごゆっくりお楽しみください。この番組は、新恋はカラオケ喫茶アラビカ、平成ロマン企画、恋は CD ショップ、音曲堂の提供でお送りいたします。それでは今日の1曲目です。それではレイヤ君、曲紹介お願いいたします。どうぞ。はい、僕の師匠半蔵さんの、大海原アルバムバージョンです。お聴きください。
半蔵さんの歌で大海原聴いていただきました。それでは火曜大行進始めさせていただきます。改めてご紹介いたします。高山レイヤーさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この半蔵さん、まあ、のレイヤー君の師匠なんですけれども、はい、これがアルバムバージョンということ で、 そうなんです。ということはシングルバージョンがあるわけですよね。シングルバージョンというのが、7月20日に発売されます、はい、7月20日、はい、それでその中になんとそうなんですよ。レア君の、はい、僕がコーラスとしてコーラスとして入ってるんですね。なるほど、はい、どの辺でこうこのサビのあたりでどの辺のコーラスが、もう最初にイントロから入るんですよ。あ、そうなんですか。一番高い、3声でやったんですけど、はいはい、一番高いのをなんか僕が担当になってしまいまして。なるほど、はい、もうとんでもないぐらいの超高音です。超高音ですか。あ、そうですか。もうはぁみたいな。あ、何回かやっぱりこれ取り直ししたんです。一発 OK だったんです。それで僕は2、3回で OK した。3回で、はい、ああそうですか。じゃあぜひまた今度このシングルバージョンが出たらですね、そうですね、ぜひおかけしたいんですが、実はですね、はい、レイヤ君は、まあ、2ヶ月に1回ね、はい、大体偶数月の第4週、うん、はい、レイヤ君出ていただいてもう 5、6回になると思うんですが、はい、実は次の8月はい半蔵さんがスタジオに来てくださる。そうですね、いよ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 ですからねえ、もう実際生でハモっちゃってもいいですからでもやっぱりですか、はい、半蔵さんが例えば隣にいるとしたらやっぱり多少はちょっと、はい、友達感覚ではないんでしょうね、きっと。そうですね、全然違いますね。やっぱちょっと緊張するかもしれません。緊張すると思います。そうですか、はい、じゃあ次回は緊張していただいて、今日はリラックスしていただいて。そうですね、はい、じゃあ改めてご紹介いたします。ホーマ正吾さんです。失礼いたしました。はい、はい、ホーマ正吾です。大丈夫です。ありがとうございます。正吾さん、はい、ありがとうございます。実はですね、自分初めてお会いしたところ、はい、頃はやっぱニックネームなんでしょうけど、はい、目玉くんと言われてたんです。まあ今でも言われてるんですかね。あ、そうですね、はい、ニックネームが、はい、ですからどうしてもニックネームの方は先日ね、半蔵さんもイベントの時に目玉くんという名前が分かって、なんかなかなか本名、芸名がね出てこないなんていうのをおっしゃってましたけども、意外とこう目玉くんで皆さんに知られていて、意外と宝馬正吾くんという名前自体がなかなかこうどうなんでしょうか。そうですね、はい、初めの頃はやっぱりどうしてもこう覚えやすい目玉くんだったんですけど、はい、最近ね、いい名前だねってこう覚えてきてくださるようになってきて、少しずつなんですけど、はい、なるほど、うん、正吾さんって実は本名なんですよね。そうなんですよ、ね、うん、実際は漢字ですが、この今はこうね芸名だとカタカナになってますが、うん、この宝の馬と書いて、うん、これはどなたが決めていただいたんですか。もうだいぶ何年も前になるんですけど、はい、デビューする前に、はい、千葉の関東でね、はい、少しこう大きな乗馬クラブの方で、はい、実はこう専属歌手をこうやってた経験がございまして。あ、大馬さんのところで。そうです、大馬さんのところで、はいはい、その時の、関係者の方が、はい、集まってくださった時に、はい、そのつけてくださったのが、大馬正吾って馬もこう重ねて、はい、またその地域も大馬っていう地域だったんですよね。でその宝馬ってどういう字を書くんですか、うん、やっぱり宝の馬と、書きますね。じゃあそこの宝馬さんをもらってきたわけですね、うん、そうなんですよ。そうなんですか。面白いことにですね、はい、その、まあ、こうつけてくださった方の中に、はい、僕母が、はい、由美子っていう名前なんですけど、はいはい、そのつけてくださった方がこう作詞家の先生で、はい、同じ由美子だったんですよ。あ、そうですか。名付け親も同じなんですよね。あ、本当ですね。うん、まあ、偶然ですね。偶然ですね。でも縁を感じますね。そうですね。じゃあ今日は一人っ子三人でやっぱ縁を感じながらやりましょうね。家族で。はい、家族でやりましょう。はい。それではメッセージをいただいております。澤田雅人さんからメッセージいただいております。それではどうぞ。火曜大行進をお聞きの皆さん、こんばんは。澤田雅人です。おさむさん、先日は大変お世話になりました、久しぶりにスタジオにお邪魔いたしまして、ラジオに出させていただきまして、もうなんかずっと興奮しっぱなしだった、笑いっぱなしだった、そんな気がいたします。楽しかったです。僕澤田雅人もですね、やっとまあ最近コロナが少し落ち着いてきたので、イベントなどにも出させていただけるようになりましてですね、まあ今年僕歌手デビュー10周年ということで節目の年になるんですけども、そんな中でですね、
7月の18日月曜日の祝日には愛知県の名古屋ライブドキシーさんで10周年記念スーパーライブをやらせていただきます。それから8月の9日火曜日はですね、歌謡コンサートパクジュニョンさん、八木春子さんとご一緒させていただきまして、沼津市民文化センターのショーホールで歌わせていただきます。それからですね、9月の4日日曜日5日月曜日にはですね、新しい番組ザ・エンカテインメントという番組の司会をやらせていただくことになったんですけども、その公開録画のイベントなどもあります。ニューウェルシティ湯河原で行います。詳しくは僕のブログなども見ていただきまして、ぜひ足をお運びください。お待ちしております。それでは澤田正人、今頑張ってる曲を聴いてください。傷つくダイヤモンドです。どうぞ。澤田正人さんです。傷つくダイヤモンド、お聴きください。澤田正人さんの歌で傷つくダイヤモンド聞かさせていただいておりますが、それではですね、レイヤ君、そして翔子さん、はい、実は今日ですね、澤田正人君のこのサイン入り色紙をですね、抽選日なんです。不安の方にね、先月告知をしまして、たくさんの方から来ていただいてるんですが、5名様に 1,2,3,4,5 枚ありますね。5名様じゃあ、レイヤ君が3枚、翔子君が2枚ということでね、じゃあレイヤ君まず1枚引いてください。じゃんじゃん、はい、お名前を発表してください。はい、松本ひろ子さんです。はい、どちらの方でしょうか。愛知県安城市ですね。安城市、愛知県、おめでとうございます。はい、ます、はい、勝負お願いします。はい、はい、そんな感じで、はい、じゃあちょっと真ん中をしょほ、うん、はいはい、お名前を、はい、お名前を、糸山栄子さん。糸山栄子さん、はい、はい、どちらの方でしょうか。こちら石川県小松市と書いておりますね。はい、おめでとうございます。はい、はい、レイヤ君、はい、はい、じゃんじゃん、富吉博樹さん。富吉博樹さん、はい、はい、京都市東山区です。京都から、はい、おめでとうございます。はい、翔子さん、はい、じゃあこちら、はい、こっち、はい、お名前中島としみさん。としみさん、はい、あ、こちら東京都の、方でございますね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ、もう一人最後ですね。はい、はい、じゃんじゃん、伊達光子さんです。伊達光子さん、おめでとうございます。はい、どちらの方でしょう。東京都豊島区ですね。はい、豊島区、はい、はい、伊達光子さん、伊達さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで5名様にはね、こちらの澤田正人さんの色紙をね、お送りいたしますので、はい、ぜひ楽しみにね、お待ちください。それで実はですね、うん、今日も、はい、プレゼントがあります。お、こちらの CD と、はい、これ翔吾くんね、後で書けますけど、はい、こちらの CD と、そしてですね、サイン色紙、2人のサイン色紙を、はい、合わせてです、はい、プレゼントをさせていただきますので、それの、今日はですね、告知をしますね。色紙が欲しい、 CD が欲しいという方は、メールの方は 789@kfm789.co.jp、 そしてファックスの方は東京03
0266705332番、そして郵便の方は 124-8505 葛飾 FM 火曜大行進プレゼント係までということで、翔吾くんの CD、 そしてレア君のサインも欲しいというふうに書いていただいて、どしどし送っていただきたいと思います。締め切りは今日がですね、今日は6月の28日ですが、1ヶ月後ということで、7月の26日に発表させていただきたいと思うので、7月の25日までの決心が有効ということで、よろしくお願いいたします。それではコマーシャルどうぞ。はい、レイヤ君、はい、はい、それではですね、改めて今日のゲストね、もう一回ご紹介したいと思います。はい、ホーマー翔吾さんです。こんばんは。こんばんは。ちょっとテンション変えてみましたいろんな顔があるんですね。こんばんは多分ですね、レイヤ君はそういうことはできないと思います。いやいや、これからですよ。そうですか。じゃあちょっとレイヤ君に紹介しますから、ちょっとこうやっていただいて、はい、では今日のパーソナリティを紹介します。高山レイヤさんです。こんばんは。ちょっとジャパネットさん入ってなかったそう、なんか、あの、なんか売り出したくなるみたいな。そうですね。でもちょっとみんながこれやってると多分聞いてる方がぶつかれちゃうかもしれない、はい、そうですねとんでもたまには入れてくださいね。はい、それではですね、翔吾くんの曲をおかけしたいと思うんですが、はい、あの、はい、お二人のその初めてお会いした時の印象とか、はい、なんかその辺をちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、はい、まず翔吾くんがレイヤくんと初めて会った時ってのはどんな感じの場面で、どんな感じだったですか。僕が印象に残ってるのは、はい、プロになる前、カラオケ大会の、カラオケ大会、そうなんですよ、舞台で、お互いね、参加してたわけですね。そんで、はい、その時に、要は順番待ちをしてる時に、はい、レイヤ君が隣に座って、はい、こうニコーっとこう笑顔がね可愛らしい笑顔が、でもその時当時はね、やっぱ人見知りもあったせいか、はい、あんま話せる感じではないんですけど、その笑顔をね、すごくこう印象に残っておりますね、うん、なるほど、うん、笑顔がね、はい、可愛かったです。なるほどレア君どうですか、その頃覚えてます。その時はあんま覚えてないんですけ ど、 なるほど、やっぱりでも翔吾さんっつったら、もうカラオケ大会のもう絶対的なエースみたいな、エースは、なるほど、もう出てたらもう、あ、僕は今日は優勝できないかもなみたいな。でも何も出ないよでもやっぱり2人ともその当時はですよ、やっぱりこう出るわけですから、やっぱり一枚上をてっぺんを欲しいわけですよね。そういう時ってやっぱり、あの、こう、うまそうな人がいると、あ、今日この人にはちょっと負けたくないなみたいな、まあ、そういうなんていうんだ、闘争心みたいなのは結構あった方ですか。あ、そうですね。でもやっぱりその経験値がね、はい、何分こうその時ってないじゃないですか、はい、だからなんか自分のこうなんか緊張を抑えたり、はい、なんか自分との戦いで精一杯だった感じがしますね。人とどうのこうのよりも自分との戦いでちゃんと力をね、はい、あの、十分に発揮できるかとかね、もう逆に人を本当意識してしまったら、もう力が入っちゃって、そうですね、もう、そうですね、その通りかもしれないですね、うん、基本的にどんな感じの歌を歌われてたんですか。その時は大会に出てた時は、松山千春さん
とか、あ、そういう系統、アイニヌマケイジさん、あ、やっぱ演歌もあったりね。そうですね。レアかどういう感じ、やっぱ半蔵さんとか。あ、僕は一番最初に出たのはスターレストレビューさんの曲ですね。あ、そうですか。あの郷ひろみさんとか。あ、そうですか、はい、なんかイメージがちょっとまた違いますけどね。そうですね、また機会があったら聞きたい感じがしますけど、はい、はい、それではですね、翔吾くんのこれは今最新曲ということでね、はい、まあ、とりあえずまず聞いていただいてからお話をさせていただく、この曲紹介お願いいたします。はい、とても切ない歌謡バラードになります。木漏れ日の君、聞いてください。ホーマー翔吾さんの曲で木漏れ日の君、聞かさせていただいておりますけれども、レア君いかがでしょうか。やっぱりいい歌ですね。いい歌ですね。木漏れ日を感じました。木漏れ日を感じました。なるほど、木漏れ日って感じですね。そうですか、はい、でもあの普段なんかあのライブかなんかでね、ご一緒ですから、意外とライブではあの聞いたことはあるけれども、こういう音源を聞くのは今日初めてとおっしゃって、はい、そうなんですよ、音源聞くの初めて聞きました、ね、でもどうですか、やっぱりこう、ね、先ほどお伺いしたこれ2年前にね録音された曲だっていうふうにお聞きしましたけど、うん、やっぱりそういう意味では今の方がまたちょっと歌い方がスケールアップしてるというか。あ、そうですね、なんかボリューム感がありますよね、今の方が。なんか今の方がね、はいはい、でも翔吾さん、こう改めてこう聞いてみていかがですか。はい、そうですね、この歌自体が、まあ、大切な人を亡くした歌でございまして、はいはいはい、大切なだけに夢の中にまで出てきて、もうその主人公が自分の生きる道を迷いながらも、探しているという歌なんですよね。なるほどね。もうあの、まあ、先生から言われてることはこう、まあ、切ない中でこうやっぱ抑えたりするんですけど、やっぱどうしてもこう気持ちをこう抑えるんじゃなくて、もう爆発させてほしいっていうあのことを言われてまして、はい、あ、確かにその気持ちをこう込めるというよりはもう外に出してもいいんじゃないかなって、あの最近そういう風にこう歌ってますね。ああ、そうですか、はい、でまあうん、なんて言いましょう、カラオケ大会ね、先ほど2人が出てたというお話ですけど、これこういうカラオケ大会に入る歌じゃないですか、どっちかというと。歌ってほしいです。ですよね。意外とそういう今ね、まだコロナでなかなかカラオケ大会が、まあ、あのまだやってないところも多いでしょうけども、意外とそういうところで歌うと結構歌好きな人は、あれこれいい歌だね、誰の歌ってどん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 広がっていくパターンが多いと思いますから、はい、特にこういうあのカラオケ好きの方は、あの半蔵さんの歌もそうでしょうけど、やっぱこれはね、大会で歌って大会映えする曲だと思いますけどね。ありがたいです、なんか改めてね、こうレイヤ君もそうですけど、はいはい、おさむさんにも聞いてもらって、はい、恥ずかしいです。あ、そんなことないです。でもなんかこうね、ずっと歌い続けていただきたい名曲ですね。ありがとうございます、はい、ということで木漏れ日の君聞いていただきました。はい、それではですね、はいはい、レア君、実はあのレア君がね、今まだプロとしてあのではないんですけど、これからなんかプロになるということをね、はい、この前あの発表されたというか。そうなんですよ、ね、6月19日の中野ゼロホールで発表させていただきましたけども、はい、なるほど。それはもう自分の口から言ったんですか、それとも半蔵さんが言われたんですか。もう僕がちゃんと言いました。その時会場の雰囲気はどうでした。いやもう、いやーわーってなって。それ、そのわーを聞いてどうでした。
いやもう嬉しかったでしょ。おーおーおーなりました。おーみたいな嬉しいですけど、まあ、おーって感じでした。おーなるほど。おーだったわけですね。なるほど、はい、そうです。なんでしょう。まだ来年ということなんですけども、今、はい、現時点でなんかこう皆さんにお知らせできる範囲で構わないんですが、なんかお知らせってことはございますか。その。そうですね。まあ、はい、来年の、頭の方で頭の月の方で、はい、定地区レコード様よりメジャーデビューをさせていただくことになりましたので。そうですか、はい、結構定地区さんというともう結構いろんなたくさんの歌手がいらっしゃって、はい、それで同じような男性のね20代ぐらいの男性の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、多分よくそういう男性歌手だけでこうイベントみたいのがあるので、そういう中に入って一緒にこう全国を回るってこともあるかもしれないですよね。そうですね。なるほど、まだあれですけど、わかりました、はい、でもどんどんとにかく一人でもたくさんの方に高山レイヤーという名前を覚えていただいて、ね、うん、でその時はぜひねまた歌謡大行進のことも PR していただいてそうすると共にこう大きくなっていくということでございます、そうですね、はい、ということで、じゃあレイヤー君の曲をね一曲お聞きしたいんですけれども、これを今日は、はい、今日はライブバージョンという感じですか。そうです、はい、僕がメジャーデビューって言って発表した時の6月19日の中野ゼロホールのライブの音源です。おー、そうですか。それ聞かさせていただきましょう、はい、それで改めて曲紹介お願いいたします。はい、師匠半蔵さんに書いていただきました二人迷い坂、お聞きください。高山礼也さんの歌で二人迷い坂聴かさせていただいておりますけれども、はい、なかなかしっとりとしたいい曲ですね。ありがとうございます、はい、でもこれタイトルだけ二人迷い坂っていうとなんか演歌調な感じのイメージのタイトルですけどね。はい、それではですねたくさん礼也くんの、ね、メッセージが来てるんでちょっと読まさせていただきたいと思いますが、はい、こちら、はい、オフィス半蔵さんの、河合さんですね。あ、河合さん、レイヤ君メジャーデビュー決定おめでとうございます。これからも応援しますので頑張ってくださいね。11月島根でお待ちしておりますということでね、はい、歌謡界のてっぺん目指して頑張ってください。ありがとうございます。はい、レイヤ君毎日暑いですがお元気ですか。メジャーデビューも決まりおめでとうございます。ありがとうございます。こちらは四国の徳島にもぜひ来てくださいねということでね、若さ全開で頑張ってください、応援してますということで。中村徹子さんじゃないですかね、こちらはですね徹子の、そうですね徹子の部屋スタッフ一同様ですね。スタッフの方も、はい、中村徹子さんとおっしゃるんですよね。はい、はい、そしてもう一個ですね、はい、こちらも、おさむさん、高山さん、高山さんですね、ホーマさんこんばんは、いつも楽しく番組を聞かさせていただいております、高山レイヤーさん7月21日ライブがあると聞いたのですがぜひ見に行きたいので詳細を教えてくださいということでね、はい、タウコトモカオさんでね、逆に読むと岡本コータって書いてこれ後ほどまたね、後ほどまた告知しますね、はい、後ほど、はい、はい、じゃあ翔吾くんなんかお願いします。あ、
はい、じゃあ僕も読ませていただきますね。はい、はい、お願いします。はい、まずはカオチンさん、はい、おさむさん、こんばんは、れいちゃん、しょうごさん、こんにちは、はい、梅雨明けしましたね。梅雨明けした途端猛暑続きの日々ですが、体調は大丈夫ですか？はい、さて、はい、まずはれいちゃん、はい、メジャーデビュー受けておめでとうございます。 ありがとうございます。歌手になりたいという夢が叶いましたね。これから忙しい毎日になるかと思いますが、体調にはくれぐれも気をつけて頑張ってください、はい、応援しています。そして、はい、ありがとうございます。しょうごさん、火曜大更新初スタジオゲストおめでとうございます、はい、緊張されてると思いますが、おさむさんとれいちゃんとともに楽しいトークを繰り広げてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、はい、もう一つ、はい、もう一つ、はい、こちらはですね、加古川市の暇人キリちゃんさん、はい、はい、はい、こんばんは、こんばんは、レイヤ君、暑いね、うん、暑いので横になってます。レイヤ君が半蔵さんのお弟子さんになられてとても嬉しいです、はい、暑い時ですが夏バテしないでね。 ありがとうございます。なるほど、はい、はい、もう一つ、はい、もう一つ、はい、はい、行きましょうか。じゃあこちらはみっちゃんさん、はい、こんばんは、こんばんは、れいやくん、今日は生放送頑張ってね、はい、松戸のメロディーさんで、しょうごくんといつも一緒だから大丈夫だよね、うん、はい、おさむさん、はい、来月19日音曲堂の半蔵さんのイベントで会えたら嬉しいな、はい、以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでございまして、ちょうどぴったりでございます。素晴らしい、素晴らしいですね。素晴らしい。でもあのしょうごくんの声っていうのは、よくあのキリンさんのね、川島さんっていうのかな、うん、低音の声になんかなると、またちょっと雰囲気が大人のムードになります。あ、今日はわざとやってますね。そうですか、うん、わざとやってる、わざとレイヤ君はなかなかあのお子ちゃまが抜けないような感じで。そうも可愛いよ。はい、それではですね、この番組の一つのコーナーでございます。何が出るかな、あみだくじというコーナーがございまして、うん、それではしょうごくんにですね、 ABCDE と5つあるので、一つ選んでいただいてよろしいでしょうか。はい、じゃあどれでもいいですね。はい、じゃあ E を、E ですか、はい、はい、ちなみに血液型は B です。 B、 なるほど、 B 型の翔吾くんが E を選びましたね。できません。何が出るかな、何が出るかな、じゃん、恥ずかしいまたは怖かった話、怖かった話、なんかありますかね。そうですね、僕まあ7つぐらいの時、ほう、まあ、幼い時ですね、はい、母がスナックで働いてたせいか、はい、その夜一人で過ごすことがもうほとんどだったんですよ、はいはい、夜一人で寝て、はい、布団自分でね、はい、引いて寝る機会が多かったんですけど、はい、だからね、想像力がものすごく豊かというか、はい、あの隙間からなんかこう髪の毛が出たらとか、あの窓からなんかこう誰かに見られてるんじゃないかとか、はい、その時ちょうどね、あのね、皆さん多分分かると思うんですけど、リングっていうさ、ありましたね、映画がね、あれはね、貞子さん怖い、怖がりなのに、やっぱこうテレビを見たいじゃないですか、こうちっちゃい、ちっちゃい子ですよ、だからこうテレビをね、消したりつけたりして、うん、ああうわーとか、なんか一人でなんかうおーとか、なんかバカみたいなことをやりながら、あのやってましたね、そのくだらないなんか感じの過去ですけど。なるほど。怖かった。なるほど、うん、あれテレビから出てくるんですよね、だってね、見ました、もう消したりつけたり、消したりつけたり、怖かったわ。でも怖いけど怖いもの見たさみたいな感じですね。ありましたね。リア君意外と怖いのっていうのはどうなんですか、うん、僕は怖いの好きですよ。映画とか見ます？映画もたまに、はあ、僕あのこの前新幹線で、はい、犬鳴村、はいはいはい、犬鳴村ってやつを見てたんですよ、はい、で隣の人寝てたんですけど、はい、お化けがバーンって出た瞬間にその人寝てたはずなのにグーグーってなって僕は全然普通だったんですけど、チラチラ見てたんですよ、ね、チラチラ見てて、なるビーガーってなるほど、そういうことがあるわけですね。はい、はい、ということでございました。はい、それではですね、はい、はい、じゃあ本間翔吾くんのですね、はい、次の曲と、これカップリングですね、はい、はい、それではとりあえず曲紹介お願いしてよろしいでしょうか。はい、またたび演歌なんですけど、おジャズタッチのメロディーで変わっておりますね。わかりました。いぶきおろしのカンタロ聴いてください。はい、
相馬翔吾さんの歌で伊吹おろしの勘太郎ということでね、なんかあの昔 NHK かなんかのね、みんなの歌がなんか勘太郎なんていうのありましたけどねなんかすごくこれでもあの先ほどの木漏れ日の君とはまた声質がガラッと変わったというか、あそうですね、はい、あのちょっとユニークな楽曲で、はいはい、なんというか遊び心が詰まった歌になっておりますね。なるほど、そうなんですよ、これもまた楽しい感じですよね、はい、なんかこう、はい、喜んで聴いていただくような感じで。なるほど、はいはい、それではですね、今度あの翔吾くん宛てのね、なんかメールがあったらレア君お願いします。はい、はい、三ツ矢のチャーハンパンダさんからですね。チャーハンパンダさん、はいはい、パーソナリティの松田治さん、はい、中山レイヤさん、はい、こんばんは。こんばんは。初めて番組にメッセージを送らせていただきます、はい、石川県の能登半島で番組を聞いてらっしゃるということで、はい、翔吾さんを応援してるそうです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で、最後に皆さんに質問です、はい、私は、役職的にたくさんのお客さんの間の前でお仕事の話をする機会が多いのですが、緊張しないコツ、ここぞという時の気合の入れ方があればぜひとも教えてください。翔吾くんファイトということです。はい、翔吾くん何かあります？こうそうですね、やっぱりこう場数を踏むことと、やっぱ自然体というかそれを意識することかもしれないですね。なるほどね、確かにそうかもしれないですね、うん、はい、じゃあ次の方、はい、はい、カピちゃんですね。カピちゃん、はい、暑いから気をつけ中、お高い頑張中、頑張中また松田さんのお店もお伺いします、はい、だそうです、セミプロです、はい、よろしく中、お願い中って書いてあります。お願い中、はい、中ぜひお越しください中、ね、はい、そして次お願いします。はい、みっちゃんですね、はい、みっちゃん、真っ白いスーツがよく似合う翔吾くん、いつも目玉 TV を楽しく拝見してます、はい、お店巡り頑張ってますね。これから暑くなってくるので倒れないようにしてくださいね。ありがとうございます、来月メロディーさんでお会いできるのが楽しみです。今日はレイヤくんと一緒に頑張って、はい、ということで、ありがとうございます。その目玉 TV って何かやられてるんですか？はい、YouTube で、はいはい、ニックネームが目玉くんなので、はい、目玉テレビという YouTube を今頑張っております。はいはいはい、いろんなお店をこう回るんですか？回るのもありながら、はい、もうくだらないこととか、はい、ちょっとあの真面目なこととかいろんなことをアップさせていただいております、ね、うん、あ、そうですか。ぜひカラオケ喫茶アラビカの方にも遊びに来ていただければ。お願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、ということでございましてね、はい、すごいなんか楽しい曲ですね。確かに。そうですね、ありがとうございます。はい、ということでございまして、いぶきおろしの勘太郎ということでございました。はい、はい、ではレア君の曲もね続けてお聞きしたいと思います。じゃあとりあえず曲紹介お願いいたします。はい、はい、これは僕が作詞作曲した、桜咲く小道という曲です。お聞きください。高山レイヤさんの歌で桜咲く小道聞かさせていただいておりますけれども、はい、翔吾さんいかがでしょうか？この歌を、はい、レイヤ君の、まあ、こう同じイベントで、うん、聞かせていただいてるんですけど、すごく、うん、僕自身も口ずさんで、自然と口ずさむような曲で、はい、本当に素敵な曲を作られてるんだなっていうので、はい、思っております。そうですね、これどういう結構その昔のね、はい、おばさまでしたっけ？
あ、おばあちゃん、ね、おばあちゃん、はい、おばあちゃんを思い出しながら歌われるんでしょうけど、うん、意外とよくよく作曲作あの曲を作るときに結構あっという間にできちゃうっていう方と、うん、改めてよし曲を作ろうと思ってこうテーブルに向かってこう書く、どんな感じでこの曲ができたんですか。うん、この曲は本当にもうたまたま家でギター弾いてたらなんかできましたね。なんかもうメロディーが降りてきました。もう歌詞も全部全部、はい、これは降りてきましたね本当に、はい、じゃあ意外とこう曲自体は楽とかこうあっという間にこうできたわけですね。そうですね、それをずっとやってたんですけど、うん、やっぱりもうちょっとメジャー的な歌にしようということでちょっとアレンジも、歌詞もバージョンアップしたバージョンです。なるほど、そうですね、はい、でもどうですか、やっぱりバージョン変わるとやっぱりちょっと違う、自分の中でこのスケールアップして歌っててどうですか。うん、まあそうですね、こっちの方がまあキーも半音下げたんで歌いやすいし、はい、まあ皆さんも歌いやすいキーになったのかな。なるほどね、と思います。多分今までは自分が歌いやすいキーで歌ったこともあるかもしれないですけど、これからは歌ってくださる方のためのキーというのも考えなきゃいけなくなるかもしれないですよね。だからこう演歌の歌手の方もそうなんですけど、今までも結構高く歌われてた女性歌手の方が、うん、私はもうこの高さが私の取り柄なのでキーは下げませんって言ってた方が、やはり皆さんから多分もうちょっと歌いやすくみたいなアドバイスがあったのか、やっぱり皆さんが歌いやすいようなキーで歌ってる歌手の方もいらっしゃるので、もしかしたらその辺があるのかもしれない。やはり皆さんも歌いやすいような高さで歌うというのも大事なことかもしれないですよね。そうですね、なるほど、そうですか。でもこうやってショーン君改めてもう一回聞いて、やっぱりすごく自分でも口ずさみたくなるようなメロディーなりますね、はい、だから本当にレイヤ君自身がやっぱそうやって作られてる曲もうすごいなってやっぱり思いますよね。だから将来お願いします。あ、もうぜひお願いいたします。なんか今こう将来ね、はい、こう大きくやっぱなる方だと、ね、そうですね、はい、大きくなる前に今のうちにじゃあ1曲お願いします。じゃあお兄ちゃんとお父さんにも1曲ずつちょっと、そうですね、お兄ちゃんと大きなお兄ちゃんにも、はい、1曲ずつちょっと書いていただいて、はい、ということでね、はい、それではもう1曲ですね、レア君の曲を続けて、はい、それではもう1曲お願い曲紹介をお願いいたします。はい、はい、これは This Song という僕の曲です。ぜひ聴いてください。続けばまたこの場所で君と二人手を握ってた。もう習慣づいたんだね。何気ない言葉や表情に何度救われてきたのだろう。もう僕には君が必要さ。君と駆け抜けた毎日が妙にキラキラと輝いてる。高山レイヤさんの歌で This Song 聴かさせていただいておりますけども、レイヤ君、はい、これはもうカラオケキッズアラビカでも歌っていただいて、皆さんも本当にこう飛び押しして乗れる曲なんですけれども、うん、はい、やはりこれはイベントかなんかでは一番最後に歌う曲なんですか。まあ、そうですね、最後に歌うとやっぱり皆さん喜んで手拍子もしてくださっ て。なるほど、盛り上がってドーンドーン盛り上がってドーンなるほど、翔国いかがですかこの曲は。そうですね、本当にまあこうね会話の中でも、もともとこういう歌を歌ってたっていうのでね、はい、さっきとこうまたガラッと変わって、はい、またびっくりしておりますね。いくつかのねユニットがあるんですよね、なんかだからそういう意味では違った顔があるのかもしれませんけども、
あの先ほどあの三ツ矢のチャーハンパンダさんがね、先ほどお便りありまして、またお便りがありまして、今能登半島でもお二人の目玉、お二人と目玉くんのトークをしっかり聞いてます。このラジオを聞きながら今金沢を目指してますということでね、目玉くんが一人っ子だとは知りませんでしたみたいな感じですね。お便りまた来て、あのいただきましてありがとうございます。それじゃあ今後の予定といいますか、お二人のですね告知、じゃあまずね、今目玉くんとありましたが、じゃあ目玉くんから、はい、お願いします。あの結構あのレイヤーさんと被る、はい、でも本当にね、はい、あの一緒のイベントが、うん、あるので、なるほど、それをちょっともちろんです。じゃあ2人共通のイベントからまずねご紹介していただきましょうか。はい、まず6日、そうですね、はい、7月6日一緒に、はいはい、半蔵さんのライブですね。はい、はい、ライブが、じゃあレイヤー君も一緒に告知していただいて、7月6日ですね、はい、はい、そうです。で1月、場所と時間はもう一回教えていただいていいですか。はい、4月6日、イベントハウスメロディーさんですね、はい、松戸みのり台駅、はい、5時半オープンで、6時からスタート、はい、4000円でソフトドリンク飲み放題、はい、打ち上げ参加はプラス2500円になります、はい、これは半蔵さんと僕と翔吾さんの3人で、あ、3人のビッグショー、あ、そうなんですよ。もう一回日にちお願いします。7月6日、7月6日ですね、もうすぐですね、はい、はい、そして7月17日日曜日、はいはい、磯川由紀さんのライブですね。磯川由紀さん、はい、はい、それはどちらですか。ここもイベントハウスメロディーさんでやります、はい、時間が、12時半オープンで1時スタート、はい、こちらは4500円でソフトドリンク飲み放題付きで、はい、出演に磯川由紀さんと翔吾さんと僕と安田健さん、うん、ジョージ広瀬さん、さゆみんごうさんということですね、はい、なるほどね、はい、ということで、はい、そしてはい、じゃあ、私個人なんですけど、はい、8月21日愛知県の知立市で、はい、こちらバースホール知立店で、はい、マサト智子翔吾の夏はっちゃけライブというのね、はい、沢田雅人さんも、あ、そうですか、はい、あの小地智子さんというあの歌手の方と一緒に、はい、はっちゃけトーク、そう、あのはっちゃけライブ、はっちゃけライブ、そうなんですよ。なるほど。ただまだ発表されてなくて、はい、時間帯とかまたおのおの、わかりました、はい、そうですね、 SNS で発表させていただきます、はい、あ、でさっきちょっともしかしたらレイヤ君が言ってくださった6日の方のイベント、もしかしたらなんかフェイスブックでちらっとさゆみんごうさんもなんか出られるみたいな感じで、あ、そうなんですね、はい、もしかしたらこう、わかりました、はい、もう大体あの辺のメンバーも皆さんね、レギュラーみたいな感じですからね、そうですね、はい、ました、はいはいはい、レイヤ君あと何かありますか。はい、7月21日木曜日ですね、はいはい、平成ロマンボーイズスペシャルライブということで、はい、こちらもイベントハウスメロディーさんでやります、はい、12時半オープン1時スタートで3500円ソフトドリンク飲み放題付き、はい、2次会はプラス1500円、はい、それは、何月何日でしたっけ。7月21日、21日というと木曜日、木曜日、はい、はい、さっきねなんか岡本浩太さんらしき人が、ね、そうですね、お便りがありましたけど、ね、らしき人 と、はい、タクシードライバーのらしき人と、らしき人の3人で、わかりました。それでも出られるんですか。あ、そう、あれ、それは今回はこれは3人だ、はい、3人ですよね。なるほど、はいはいはい、そして7月の30日、はい、7月30日はですね、はい、土曜日ですね、あのアラビカ初期払いコンサート、はい、ライブということで、はい、アラビカさんでやらせていただきます、はい、12時半オープンで1時半スタート、はい、3800円でワンドリンク食事、はい、お菓子付きです、はい、で山口のり子さんとご一緒させていただくということで、軽いお弁当みたいなのが出ますんでね、ぜひとも、はいはい、来ていただければと思います。お世話になります、はい、お願いいたします。、はい、それではですね、翔吾くんの曲もう一曲ね、はい、これはまた演歌ですかね。そうですね、はい、この歌はあの本名の松影翔吾の時なんですけど、はい、もうぜひ聴いてほしいのが、はい、僕の初期のこう癖のある歌い方というか、はい、もううにゃんうんうんうんというか、それをこう聴いてほしいです。わかりました。それでは改めて曲紹介お願いいたします。はい、目音大量船演歌でございます。聴いてください。お楽しみいただきました火曜大行進、そろそろお別れの時間になりました。本日は
高山玲也さん、宝間翔吾さんに来ていただきまして、楽しい1時間を過ごしてまいりました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございます。はい、しかしこれ翔吾くんの声ですか、なんか本当にこうみたいな力が入っております。力が入っております。でも最近例えば歌われるとしたらやっぱりちょっと力を抜いて歌われるんですか。あの入れるところと抜くところの違いが少しずつやっぱり、変わってきますよね。なるほど、入れるところは入れる、なるほど、抜くところは抜く、メリハリをつけてるということでね。そうですね、なるほどね、はい、ということで、でも本当にこうやって見ると2人とも本当にあのバラエティ曲がね、同じ固まこればっかりじゃなくていろんなジャンルの歌を2人とも歌えるような気がするんですけども、今日はねこう何曲か聴かさせていただいて、曲のね本当にこういろんなあの種類の曲を聴かさせていただいて、あこういう歌も歌うんだなみたいなのをね改めて感じ取った1時間になったと思いますけれども、はい、翔吾君、歌謡大講師初めていかがでしたか。いやすごく楽しいし、やっぱりこのメンバーだからこそこの和やかな雰囲気が出たのかななんて思いながら、ありがとうございます。とんでもない、楽しかったです。でも本当に来ていただきたかったので、やっと念が叶いまして、ありがとうございます。はい、レア君一言お願いします。そうですね、もう本当に今日はもうなんかすごいラフな感じで喋れて、はい、もうあんま緊張せず、もう楽しいあの1時間でしたね。なるほど、はい、次回の半蔵さんのとかどうなるか見ものでございます。喋らなくなっちゃうかもしれない。多分最後にどうでしたかって聞きますけどね。リラックスしてできましたとは言わないかもしれないですけどね。はい、ということでございましてね、本当にでもあっという間の60分でしたね。そうですね、はい、じゃあレア君ちょっとあの短い時間ですよ、全国のファンの方に一言またメッセージお願いします。はい、メジャーデビュー決まりまして、まあ、来年ですけどね、これから頑張り時ということで、そうです、皆さん、引き続きごあの応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、はい、はい、じゃあ翔吾くんも同じぐらいの時間でもう一言メッセージお願いします。はい、シンプルに目玉テレビ登録よろしくお願いします。なるほど、はい、ぜひともぜひ皆さんあの登録していただいて、はい、ぜひ今度見させていただきますね。 ありがとうございます、じゃあ今度ぜひレア君もぜひね登場したらいいんじゃないですか、目玉テレビに。もう今日よかったらちょっと終わったらといいですか。そういうことですか、はい、OK でございます、OK、でなるほど、ということで、はい、ということで本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます、もうラジオ機の皆さんも本当に今暑いですから、本当に水分補給はしていただいてですね、あの車でお聞きの方は安全運転をしていただいてですね、はい、とにかくね、あの体に気をつけて、そして2人をねずっと応援していただきたいと思います。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。これから7時からですねミュージックラインを放送いたします。お聞きのラジオは引き続き葛飾 FM お聞きください。それでは来週もこの時間このダイヤルで皆様方とお耳にかかりましょう。それでは皆さんさようなら。さようなら。この番組は新恋はカラオケ喫茶アラビカ平成ロマン企画恋は CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたしました。